チンスポッターといったら、クラマステークス。あれ、よかったですね。最初、角崎氏がスタートした後に、ちょっと押してるじゃないですか。はい。あれは、押しても馬が進んでいかなかった。そうです。毎回毎回押してってるんです。毎回毎回、あの位置になるんですよ。ファイナルもそんな感じ。そうです、そうです。はい。それは馬がレースを分かってるっていうふうなことなんですか？分かってますね。うんうん、そういう傾向を徹底してきたんで。仮に押さない場合っていうのはどうなるんですかね？ああ、もう鈍欠からになりますね。ってなるとやっぱり物理的に届かなくなってしまう。いや、そんなことないんですけど、本当に後ろのケツからになるかってやるときに、うんうん、少しでもケツから2番手とかにしといた方が、体力的にはやりやすいんで。うん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 、それが、衛進スポッターがもう一頭いれば別な話です。うんうんうん、その馬の後ろ行くかっていうのをいろいろ考えたりするんですけど、基本的に衛進スポッターはいい馬として、ゲート出てから衛進スポッターの横にいる馬は、おそらく衛進スポッターよりも走らない馬が多い。だいたい後位で競馬したり刺してきたりする中で、衛進スポッターは本当に、後ろから行く競馬を心がけている。うんうん、まあ、クラマステークスの場合であったら、衛進スポッターの近くにいる馬は、能力的には衛進スポッターよりは足らない。うん、馬が多いと思ったんで、だったら自分でポジションを取りに行く競馬をしました。ああ、そういう観点だったんですね。相手を考えるよりも、最初は自分の馬とのコンタクトをその場で確認して、うんうん、で、ちょうど不良馬でしたし、4、5列になってたんで、うんうん、だったら僕外回っても勝てないなと思って、体勢が、外にいたんですけど、うんうん、前でちょっと一歩引いて、うちコーナーで回るようにして、っていう形で、まあ、直線も迎えました。